ただいま島風の1号車に、これは1号車に来ております。前は、展望で、結構広い展望になっております。で、ここのスペースが一番広いんですね。これ LED だし、これも、換気口5個なので、あとここが無料ロッカーなんですね。本日満室ですね。で、あと旅行バッグ入れたいっていうところです。で、ドアも結構広いですね。で、次の場所に行ってみたいと思います。開くときにはこの電気がつきます。で、ここが、洗面所、石鹸手洗い乾燥がありますね。トイレもあって LED です。あと、ここは化粧ルームです。鏡もあるし、椅子もあるし、カーテンもあるのでバッチグーです。あと、ここトイレで、トイレと、ベビー多目的トイレで、トイレ、ベビー用の椅子、あとこれもありますし、洗面所、あと鏡もあります。皆さん、これは何でしょう。実はですね、伊勢神宮へとお参りに行かれる人たちが着物とか着るとき、ここに乗って着替えて鏡で見るための台です。着替えるときにも使えるんで、島津は工夫がされています。あと、鍵です。開け閉めのドアです。こちらは、サロン席または、喫煙ルーム、自動販売機など、その奥には、2号車で、プレミアム座席となっております。現在これは島風には実は Wi-Fi がつながっております。で、今は僕は、島風の Wi-Fi を使っております。無料なので、皆さんご自由に使えます。この奥から手前からワフと、こちらから言いますと、洋風個室、手前が洋風個室、奥が和風個室ですね。はい、次行ってみたいと思います。ここが、化粧ルーム、ここが、男性用トイレ、男女のどっちともとなっております。ここは洗面所です。お水が出るんで、